新命記5章、さて、モーセはイスラエル人を皆呼び寄せて彼に言った。聞きなさい、イスラエルよ。今日私があなたの耳に語る掟と定めと、これを学び行い、守り行いなさい。私の神主はホレブで私たちと契約を結ばれた。主がこの契約を結ばれたのは私の先祖たちとではなく、今日ここに生きている私たち一人一人と結ばれたのである。主はあの山で火の中からあなた方に顔と顔と合わせて語られた。この時、主は、私は主とあなた方の間に立ち、主の言葉をあなた方に告げた。あなた方が火を恐れて山に登らなかったからである。主は仰せられた。私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬む神。私を憎む者には、父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には、恵みを千代にまで施すからである。あなたはあなたの神主の皆を乱れに唱えてはならない。主は皆を乱れに唱える者を罰せずには置かない。安息日を守って、これを聖なる日とせよ。あなたの神、主が命じられた通りに6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事をもしてはならない。あなたもあなたの息子娘も、あなたの男奴隷や女奴隷も、あなたの牛ロバ、あなたのどんな家畜も、またあなたの町囲みのうちにいる在留異国人も、そうすればあなたの男奴隷も、あなたと同じように休むことができる。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったとき、そしてあなたの神主が力強い御手と述べられた腕とを持って、あなたをそこから連れ出されたことを覚えていなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を守るようあなたに命じられたのである。あなたの父と母を敬え。あなたの神主が命じられた通りに、それはあなたの弱いが長くなるため、またあなたの神主が与えようとしておられる地で幸せになるためである。殺してはならない。勧誘してはならない。盗んではならない。あなたの隣人に対して偽証してはならない。あなたの隣人の妻を欲しがってはならない。あなたの隣人の家、畑、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない。これらの言葉を主はあの山で火と雲と暗闇の中からあなた方の全集会に大きな声で告げられた。この他のことは言われなかった。主はそれを2枚の石の板に書いて私に授けられた。あなた方が暗黒の中からその御声を聞き、またその山で火で燃えていた時に、あなた方すなわちあなた方の部族のすべての頭たちと長老たちとは私のもとに近寄ってきた。そして言った。私たちの神主は今ご自身の栄光と偉大さと私たちに示されました。私は火の中から御声を聞きました。今日、私たちは神が人に語られても人が生きることができるのを見ました。今私たちはなぜ死ななければならないでしょうか。この大きな火が私たちを舐め尽くそうとしています。もしこの上なお私たちの神主の声を聞くならば、私たちは死ななければなりません。一体肉を持つもので、私たちのように火の中から語られる生ける神の声を聞いてなお生きているものがありましょうか。あなたが近づいていき、私たちの神主が仰せになることを皆聞き、私たちの神主があなたにお告げになることを皆私たちに告げてくださいますように、私は聞いて行います。主はあなた方が私に話していた時、あなた方の言葉の声を聞かれて主は私に仰せられた。私はこの民があなたに話している言葉の声を聞いた。彼の言ったことは皆もっともである。どうか彼の心がこのようであって、いつまでも
私を恐れ、私のすべての命令を守るように。そして彼らも、その子孫も永久に幸せになるように。さあ、彼らに、あなた方は自分の天幕に帰りなさいと言え。しかし、あなたは私と共にここに留まれ。私はあなたが彼らに教えるすべての命令で、掟と定めをあなたに告げよう。彼らはあなたが、私が与えて所有させようとしているその地でそれを行うのだ。あなた方はあなた方の神、主が命じられた通りに守り行いなさい。右にも左にもそれとならない。あなた方の神、主が命じられたすべての道を歩まなければならない。あなた方が生き幸せになり、あなた方が所有する地で長く生きるためである。